見えるカ,カメルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。この経営者の方で職場のね、えー、なかなかこう、うまくいかないと。で、私の公式 LINE のですね、この日めくりのところを触っていただくと、この祈りは響き、自分、自己を生かす響きってこう出てきたという形なんですけども、じゃあその祈りは響きっていうところ、どうですかと。 えどういう意味でしょうかということでですね、えー、そのところのお話に入りたいと思います。では、画面の共有です。祈りは響きってどういうことなんでしょうかと、えー、ご質問者ですね、T さんからのご質問です。大先生の 著書いや YouTube を拝見しています。どれだけ助けていただいているかわかりました。ありがとうございます。えー、それは本当に本当に何よりです。こちらこそありがとうございます。6年くらい前から経営がうまくいかないので、自己啓発の本、仏教、禅の本を読み出しました。すべては大ちゃん先生がおっしゃっていることにつながり、腑に落ちてきましたが、現象が伴わないので、LINE の開花の実践に毎日トライしてしました。素晴らしいことです。ありがとうございます。その中で、祈りとは、自己を生かす響きとあります。これがよくわかりません。教えてくださいますかという形なんですけども、 皆さんのお体も、職場の建物も、例えば机とかパソコンとかね、商品も、棚も、部屋も、スタッフの方々も、全部どんな感じかっていうと、原子なんですけども、原子は、えー、こんな、あれ、ごめんなさい。えー、原子はですね、どこだ。 こんな感じですね。でるーってなっててこれ水素原子なんですけど、炭素も窒素も、えー、コンクリートもですね。ガラスも全部ダーってなっててで。まあ電子雲なんですが、本当厳密に言うと核がアップコークダウンコックがあって、ここに電子がポツン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 って飛び出ててでここスカスカなのでこのスカスカを祈りが響きで入っていくんですけどまあ。 イメージでは、こんな霧みたいになってて、この霧を祈りで、わーんって揺らしてるみたいな、そんなイメージ持っていただければ、壁もガラスも机も棚も商品、販売する商品も全部こうなくて、霧しかないと。で、職場の人間も自分自身も、奥さんも旦那さんも、お父さんもお母さんも子供さんも全部こう霧しかないと、霧でしかない。 で、電車も車も全部こう、霧でしかないと。このところが祈りで揺れるような祈り方をずっとこうしていくですね。まあ、経営者さんなので、例えば朝、スタッフさんが来る前に先に行って誰もいないところで祈り込んでしまうのを、一週間、十日、半年、一年ってこう、やればやるほど、どん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 深まっていくですね。私自身が会社時代に、あの、前職の父の会社時代にすごくこう、苦しかった時に、あのー、父がね、 あの大介、機械、NC 全般、機械に拝んでるかということを言われ、当時はあのすごくつらかったので、それどころじゃない、機械の,機械のせいで俺はこんだけ苦しいみたいな、もうすごいマイナスに思ってたので、そこから祈り始めて、職場の中をこう祈るようにしたんですね。なので、場に祈るっていうのを、おかげさまで痛い思いをしたおかげで、16年ぐらいですかね、えー、やるような習慣ができています。 で、祈りってどんな感じかっていうのを、これは本当に滅多に出さないんですけども、このツーデーセミナーとかね、このトレーナーコースでは毎回毎回やってるんですけども、最初の出だしだけやると。せっか 咦。Hey. といいううのがもうちょっと続いてで、すねで1回の場所に対して一番長くやるとか5分、もうちょっとかな6、7、8分ぐらいやるのを、あと簡易バージョンを2箇所やって、あの長いバージョンを7、8分ぐらいの1箇所でやって、で、2箇所は簡易バージョンでやるんですね。それを開花の塾の中でやってる、建物でやってるんですけど、あとセミナースタート前にもやって、場を整えるっていうふうにやってると、そこの この素粒子層だーの揺れ方が整っている状態にお客さんが来ます、まあ、生徒が来ます。そうすると、スーッとこう落ち着いてで、自分の最高の自分を、ね、発揮できるという側に入っていくので、その場に祈るで、その状態に。 な,なってることが自分自身本当にこう生かしきるという側になってくるので、あの人がどうしたとかね、やばいどうしようとかっていう側ではない、荒れてる波ではなくて、すーっとこう整ってる側を自分がこう作り出してくる。私も、こんだけ息が伸びるようになったのも、本当にこう3、4年前ぐらいからですね、えー、声が、トーンがすごくこう変わってきたので、 本当に自分が苦しかったから場を良くするためにこう祈るようになっ,て、えー、なってきたので、本当にこう、ね、こう積み上げのおかげかなと感じています。なので、ぜひこのご自身を、ねえー、最高に生かすという形を、響きを大事にするという形ですねで。最後の言葉はですね、祈りっていうのは自分を生かす響きっていう響きを 自分の周りの電子音、自分自身の素粒子層をどういうふうに揺らすか、どういうフォトン周波数を飛ばす、飛ばす、響かせるかということをやっていただければ、どん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 運ばれていくかなと思います。えー、関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。でそのね、このエネルギーバーをぜひ会場で感じたいという方は、開発でセミナーの内をこちらにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。